それでは教育学部行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら。皆さん、下線部説明とタイトル選ぶ問題です。で、合計10問あるんですが、ちょっとさすがにこうちょっと全部やってるとですね。で、皆さんご覧いただけないので、下線部説明6題。そして、タイトル選択肢問題1題。合計7題行ってみたいと思います。そして、特に下線部説明の解き方でございますが、手順が皆さん決まってますからね。まずは解法丸1。皆さん、下線部の表現と、まあ、各選択肢を見ていただいて、こういう関係性をもたらすような選択肢を選べば正解ですね。つまり、言い換え可能な表現を見つけることですね。ですから、下線部にこう書いてあったとして、で、選択肢 A にこう書いてあったら、ああ、A が正解だな。ただ皆さん、下線部がですね、ちょっとこれってどうやって訳すのか。未知の表現が出てくる可能性もありますよね。で、そういう場合は解法に。つまりこんな感じでございます。下線部そのものが訳しきれないと。で、そういう場合皆さん、下線部の前後を皆さん確認しますよね。で、もちろん各選択肢と見比べて、あーなんかこの表現と選択肢 A のこの表現、言い換え可能が成立しそうだな。言ってることほぼ同じだな。という風に感じて A を正解にしますよね。ですから、下線部そのものがわかんなくても前後を見るとですね、ちゃんと皆さん言い換え可能な表現、つまりニアリーイコールの関係性ですね。これをもたらしてくれる表現がちゃんと隠れてますからね。ですからそのあたりは皆さん諦めずに探すと。そういう姿勢で頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、第1段落と第2段落でございます。まずは下線部1番ですね。問いの1番でございます。一読をしていただいた後、検討をお願いいたします。さあ皆さん、これは熟語の知識でいけそうですね。衆、死を合わせる。ですから選択肢の A のように極めて貧しいわけではないですからね。で、選択肢の B は目的全く関係ないですね。で、選択肢の C をすっ飛ばして、選択肢の D、莫大な収入。これも収支を合わせるにならないですね。ですから選択肢の C、生活していくにあたって必要最低限のお金と書いてますね。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。で、皆さん続いて第3段落と第4段落ですね。で、下線部2番ですが、問いの2番。一読をしていただいた後、検討をお願いします。すみません、下線部2番に diversity ということで多様性と書いてますよね。で、皆さんありがたいことに同じ文章中、特にこの文末ですね。直訳すると幅広い観客。そうです。幅が広いわけですから皆さん多様性と言い換え可能になりそうですよね。ですから何の多様性かと言われたら、まずは人間であるという点です。ですから選択肢の A の designs。これは違いますよね。そして B をすっ飛ばして選択肢の C の programs。もちろんプログラムも人ではないと。で、あとは残った選択肢の B か D かということですが、選択肢の B の A different gender、 これは皆さん多様性とか幅広いという話にならないですね。ですが選択肢の D、 different backgrounds、 様々な背景を持つ人々と書いてますね。で、それであれば皆さん多様性と言い換えられますね。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。すみません、ここまで来たら皆さん問いの10番、タイトルを選ぶ問題ですね。これが解けるかと思いますので、検討をお願いします。皆さん、今期は先ほどの問題と同じところでいけそうかと思います。多様性の話ですね。皆さん、選択肢の A をすっ飛ばして、先に B をご覧ください。Diversity の話は書いてますが、カルチャーとは一言も言ってませんでしたね。で、選択肢の C は Black。これだと黒人だけのものになってしまいますね。で、選択肢の D は Art。芸術の話はしてませんね。ですから選択肢の A、 全員のための建築、つまり幅広い人たちに対しての建築ですね。ですから正解は A ということでよろしいかと思います。サミさん、続いての段落でございます。一読をしていただいた後、問いの3番の検討をお願いします。サミさん、下線部3番がショックだと書いてますね。サミさん、そのショックな内容が皆さんこの左側に書かれてますよね。皆さん読んでいただいてわかるかと思いますが、私のコースには100人以上生徒さんがいたと。で、その中で皆さん黒人は3人だけなんですね。で、それを言ってくれてる選択肢が皆さん見つかってますね。で、選択肢の A をすっ飛ばして、選択肢の B。皆さん、ロンドンに限定する必要性はないですね。そして選択肢の C は female。皆さん、女性の話は一言も言ってませんね。で、選択肢の D、犠牲者の話もなし。書かれてあったのは、皆さん100人以上生徒さんがいて、黒人が3人だけ。つまり、極めて少ないという話が書かれてあったわけですから、正解は A ということでよろしいかと思います。で、皆さん続いて、下線部4番に対して、問いの4番、検討をお願いします。皆
じゃあこれはそのまま読んでいただけるとすぐ答え見つかりますね。まずみさん前半でございますが、生徒さんの半分は女性で、それだけ女性がいるにもかかわらず、みさんこの文末プロフェッション職業にする人はわずか 26% だけで、それを言ってる選択肢はどれかなって探してみると、まずは選択肢の A、 ロンドンに関する記述はないですね。で、選択肢の B を飛ばして選択肢の C、 educational、じゃあ教育上は皆さん女性が半分いますから C もダメですね。で、選択肢の D ですが、皆さん特にこのバットの右側ですね、将来は女性の建築家が増えるでしょうと、そういう話はなさそうですね。ですから選択肢の B、 皆さん性の平等ってのは皆さん学校の中では達成されてるんですが、皆さん workplace、 職場ではそうではないと、まあ、つまり職業として頑張る女性が 26% ということですから、正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの5番の検討をお願いします。さあ、選択肢5番読んでいただけるとわかるかと思いますが、皆さんあまり人気がないと書いてますね。で、そういうマイナスの話はその直前の文章に書いてますよね。そうです。このあたりですよね。皆さん教育課程、教養課程に関してよくわかっておりませんと。もしくは職業という分野に関しても知識がないんですね。ですから選択肢の A、 励まされていないから、促されていないからという話はなさそうですね。そして B をすっ飛ばして選択肢の C、 inform という表現が皆さん medicine and law、 医学と法律と書いてますが、情報がないのは建築の方ですからね。そして選択肢の D ですが、皆さん真ん中に熟語が隠れてますね。 has nothing to do with、 うにゃうにゃと関係がないと。ですから黒人社会とその職業建築家に関しては関係がないですよ。もちろんそういう話もないですね。ですからあるのは建築に関しての情報がないと、よく分かっていませんということですから、選択肢の B のこのあたりぴったりですね。 Not well informed、 つまりあまり知られてない様子が分かりますので、正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第6段落でございます。こちら下線部6番に関して検討をお願いします。さあ、この下線部6番、この単語がわからないですね。まあ、どうしましょうって考えますが、皆さんこれ会話はですね、次の文章中続いてますよね。そうすると皆さんこれ strong industry contacts、 強い接触と書いてますね。接触が強い。で、強い接触って何だろうと思ってその後読んでいただきますと、皆さんこれ文末であって思いますよね。特に皆さん links、 つながりですから、強い接触、つながりときたら皆さんコネのことなんでしょうね。ですからコネがあるからこそ皆さんこのあたり helped many of my students、 たくさんの生徒たちの助けとなるんですね。ですからコネ、そして親、このあたりを言ってる選択肢が見つかっているかと思います。そうすると選択肢の A の後半でございますが、アドバイスを求める様子はないですね。そして B をすっ飛ばして選択肢の C もそうですね、助けを求める。で、選択肢の D ですが、皆さんこれは惜しいですよね。コネを持っている人たちは仕事につけないと。いやいや、反対ですよね。たくさんの学生さんたちを助けることができるわけですから、仕事につける可能性があるんでしょうね。ですから選択肢の B の、まず family members、家族の話。これは皆さんこのあたりとつながってきますよね。で、皆さんその家族の一員が leading figures。皆さん leading は一流の。で、figure は人物ですね。ですから家族が一流の人物。ということは、コネを持ってる人物と言い換えられますね。で、そういう人たちはより良い仕事に就ける可能性があるんですね。つまりたくさんの生徒さんを助けることができるわけですから、正解は選択肢 B ということでよろしいかと思います。